むちゃボロボロ。今日はですね、ロールキャベツを作ってみたいと思います。旦那さんが昔作ってくれたことあんねんけど、まず玉ねぎ1個みじん切りにするということで、あれ使います。レモンチョッパー、玉ねぎ小1個いたら、ちょうど小これやろ。玉ねぎ小1個、でも玉ねぎ1個ぐらいやったらレモンチョッパー使わんでええんかなとも思ってしまいがちやけどな。どうなの、1個だけやったら使わへんのかな。使うの、でもせっかくあるからな。意外とそんな洗うのがめんどくさくなかったというふうに記憶してます。一回しか使ってない。ちっちゃいから絵はパッと端っこに入って、これは気をつけます。ドンドンチョッパーで、みじん切り。いや、みんな言ってたな。なんか、これもじゃあこうしてええの？卵と牛乳。さっき玉ねぎこねて、ロールキャベツというのはお湯を、あれせなあかんから。あれをやるらしいから。一回ふにゃふにゃしなあかんから。あれを。よし、お湯をたっぷりしとって、ほんでから蓋、これの蓋、これの蓋が、よし、ほんでブンブンチョッパー、これ上か下かどっちか分かる、こっちが下や。たまにやったらなんか上の硬いところはちょっと切り刻んでるか、結構切るやんっていう話やけどね。これでも慣れてきたら早いのかな。よし、ほんで2回引っ張ったらなんか触れって言ってたぞ。だから2回したらちょっと混ぜて、うん、1回2回混ぜて、1回2回混ぜて、1回2回混ぜて、早いな、もうちょっとか、混ぜて、うん、ほんまや、今回均等にいけてるわ。あんまり調子こいてやったらいっぱいぐちゃぐちゃになるか。こんなもん。よし、これを炒めなあかんから、これでこれを炒めて、これ炒めるときはなんかちょっと油引くのかな。これをこっちでやっとこう、炒めて冷ましとかなあかんからな。冷ましとかなあかんで、炒めて冷ましとか、はい、もう早いです。塩1個ぐらいだったら全然いけるわ。危ないから先洗っとこう、これな。もう着るもんなかったよな。いや、着るもんがあるかもしれんから男、匂いがしてしょうがないけど先洗っとこう。で、ここに水切り穴があるから、こっちを下にして置いとこうということです。そうです、こっちを下にして、よし。ほんで玉ねぎ炒めてちょっと置いとく。ちっちゃいフライパンでいいか。ハンバーグもあれやけど、ハンバーグもそういえば作ってないな。ハンバーグ作らなあかんな。ハンバーグを作らなくちゃいけませんよ。なんかこんなん段取りよくな、うまいことやっていかなあかんね、これ。わかる？これやって、これお湯沸かしとくとかさ。そういうこと私ちょっとするの不得意じゃないですか。困るよね。これに塩コショウしてていいんちゃう？これなんかひき肉混ぜるとき塩コショウいたけど、これに塩コショウしてていいんちゃう？あかんの？なんかちっちゃいゴムベラで取ったら全部取れるって言ってはったな。あれ、いかなあかんな。あんまちょっといってへんのよ。大きい100均もないし。一個あった100均がな、町の小さな100均みたいなのがあって便利でよう行ってたのに、そこがあんたもう、このコロナで、もう潰れちゃったのよ、お店が。おじいさんとおばあさんでやってはったところが。困ったもんやな。かわいそうに。ああ、いい感じのみじん切りになってるわ。前回に比べて。いや、前回はみじん切りになりすぎてた。やっぱこのみんなの入れてくれてありがとうございます。ちょっとやったらトントンした方が混ざるよ、いうのね。説明書にも書いてたんかな。私なんで説明書読めへんやろな。説明書ってみんななんか読むの？なんか大体こう、これぐらいやろう、みたいな感覚。もう44やから、これぐらいやろう、いう感覚で来て言ってんねんけど。やっぱちゃんと言わなあかんのかしら。書いてんのかしら、ほんで。まつげが。ほんで、こんなもんでいいかな。こんなもんでいいの？何もかもよう分からへん。髪色になるまでとか、ちょっと、それもちゃんとやらなかった。炒めるしか見てなかった。パン粉ってなんか牛乳に浸すんかな？浸すん？結局混ぜるからええと思ってんねんけど、あかんねん。牛乳 50cc。あ、パン粉の1カップって言ったらもう100のとこまでしかないな。
そういうこっちゃ、どういうこっちゃ、どこっちゃ、よっしゃ。だから私、ちょっと自分で勝手に考えてんけど、これ、スープの中に何か入れてロールキャベツするやん。その中にコーンと、あれ入れたろかな思って。じゃがいも切ったやつ。どう思います？ほんならもう、スープ作らんでええやん。なんか、別に。なあ、そっか、そんなんしてみようかな。それはそれで、ええ感じだと思う。緑があったらええけど、緑のものがない。緑のものがピーマンあるけど、ピーマン入れたところで食べるわけだね。ピーマンも刻んで入れてみようか。あ、ピーマンええか。牛乳50。ひき肉卵。塩コショウ。っていう、やってる間に、お湯が沸きそうやから。キャベツ、だいたい5、6個できる。一応8枚ぐらい剥いとこうかな。ちょっと弱いと思ったね。どうやったらうまいことできるのかな。だから昔これような、旦那さんが付き合ってる時に、なんか今日作るよって言って、こう作ってくれたわ、その、ロールキャベツ。私、ロールキャベツなんかおしゃれなもん、食べたことなかったから、こんなことができるのかという。これで包むの。1。力いった方が良さそうやな。これもやり方あるんでしょうね。どう考えてもだんだん葉っぱちっちゃくなって、こんちゃん発揮しようと。発揮します。これはちっちゃくなるんじゃなかろうか。まだでかい。1、2。一気に縮まるやん。3。一気に縮まってくるぞ、これ。発揮しまして。ロールキャベツとかって目にするんかな。なんかロールキャベツ、今日何すんの？ロールキャベツ、めっちゃおしゃれやん。かっこよくない？ロールキャベツ、かっこいい。1、2、3、4。こんなにキャベツ？ってことは結構野菜取れるということやな。ロールキャベツをするということは。次はどの葉っぱや？これか。なあ。そういうことやな。剥ぐときうまいことやるな、かおちゃん。こう、私みたいなイラチはね、ゆっくりしてからもうバーってやったらもうボロボロになるから。入り組んでます、これ。入り組んでます。どないなってんの、これ。何やこれ、もう、知恵の輪やな、これ。どうなってんの？どうなっているのって昔あったよ。私、それ番組出させていただいてたの。どうなっているの？急に、1、2、3、4、5。こんな全中に入るかしら、これ。一応、8枚やっとこうかな。ここちょっと削った方がええんかな。ちょっと、おい。もうすんごい力でへばりついてんねんけど、これ。ちょっとすごいよ、だんだん。絶対こっちから行ったらあかんよな。こっちからやな、どう考えたって。すごい力でへばりついとるぞ、これ。おい。こっちから行ったら絶対あかんやろ。なんや、これ。うちの旦那はこんなことをしてたのか。これ、剥ぐだけで大変やないか。これ、包むの大変かな思ったけど、あと剥ぐ方が大変かもしれへんぞ。よし。この辺こんなのと思ったけど、変かな。1、2、3、4、5、6。何回も何回も毎回数える自分が言えんなら6。7、8。こんなちっちゃなったよ、これ。7。7個でええか。いや、一応、なんかちっちゃいやつは2個で1個にしてくださいって書いてたから。8。もうええやろ。もうええやろ。ほんで、これをちょっと切り刻んで入れる。スープの周りに散りばめたろ。これでええんかいな、ほんで。だからさ、これどんなも私な。これほんまたもうビーって行きたいわ。今ビーって行ったら絶対くちゃくちゃーだろうから絶対ずらしたらあかんでしょ。関係ないけど、ここごっつ太いところってちょっと切り目で薄くした方がええかな。これはこれの芯のままでいいの？ちょっとここちょっと削っとこうか。ちょっとここ薄くしとかな。結構あかんような気がするよ。このごっつい芯のところちょっと薄くしとこうか。もうちょっといっぱいお湯やった方がいいわなと考えたら。なんかいっぱいの方が。ちょうどブンブンチョッパーのあれのとこピチピチなのかもうほんまに、これがうちの旦那やってみ、全然ほら色つけへんからべちゃべちゃになっちゃったよ。ごめん、ちょうどこのブンブンチョッパーのあれのとこシャーってブゲーンピチピチやここ
ったにやらかすで。よかったまだここで、こっちやったら終わっとったわ、ほんま。よかったマジで。ちょっとずれとった終わっとったぞ、これ。もう持っていこう、初め芯の方から行った方がいいやんな。こんな、もっと大きい鍋の方が良かったんかな。何これ。芯の方から。だんだん小さになんねやろな、これ。頼むで。キャベツに落とす。頼むで。これ。これこんなはみ出まくってるけど。これどうして痛いんですか、これは。はみ出まくってますけど。これが、水が入ってたやん。何の。ああ。よいしょ。よいしょ。これどんどんつけてた方がいいねんな、どう考えたって。どうなの？わかんねえ。ほら、わかんねえだ。ほら、わかんねえだ。あんまり言ってやったかな。どうしたらいいの？これだけこうしてみよう。蒸し焼き状態みたいにしてみよう。全然ちっちゃくなれんけど、最終的にちっちゃくなんねえのな。んで、これもうちょっとふにゃふにゃなった方がいいんだよな。どうしても、お玉で押そうか。真ん中だけでお湯が。これするだけで大変やんけ。ほんで、これするだけで大変。もっとふにゃふにゃなった方がいいやろ。だって、混ぜる時のこと考えたら。ちょっとこれどんななってんの？これもうええの？柔らかいっちゃ柔らかいけど硬いっちゃ硬いねんな。なんなのこれ？もうちょっとどうせやったらもうちょっとやっとこうか。芯が硬いかもしれへんからな。で芯を確認するにはちょっと奥すぎてもう確認したくねえだ。こんなもんでええんかな。まあええかちょっとふにゃふにゃなってるか。いやちょっと芯の確認しとこう。もうちょっとやっとこうか。熱っ！熱いわ芯のとこ。はあ、うちの旦那やったらそんな言えへんねん。熱かったーって来ないの？どうですか？もっとふにゃふにゃの方がいいんかな。やっぱここ切っといて正解と思うよ私。これどうなの？ちょっと硬いっちゃ硬いけど柔らかいっちゃ柔らかいけどもうへっか。これ何分以上やるとかあるのかな。結構やってるよ、はあ、持ち上げるの大変やな。この持ち上げるときに穴開いたらえらいこっちゃうで。よっしゃよし。で水にさらしとくって書いてて冷たくしましょう。でもキャベツさ、まあ、キャベツ湯がいてポン酢かけて食べるだけでも美味しいけど、あれ結構残ってるやん。あらま、何してんねん。よし、ほんならほんまのこの汁をやったらなんかええ出汁出てそうやけどな。玉ねぎやろうか。で牛乳のこれ入れて、これは冷めた。30分経ってる。嘘でしょ。なんでこんなに時間かかんの。もう私自分が嫌になる。今日自分なんだから30分くらいでできるんちゃうかな思うてんけど全然。まあ、こんなことやったらこれからなんか材料だけでも切っとこうか。みんな長い方がいいけど、それ長く、長いのええかな、これ。もう、まあ、箸屋で私こんなに時間なんかかかって、私塩コショウしたいな、ほんで。卵も入れたな。あとは練り上げていって、粘りが出るまで練り上げていって。なんかすごい柔らかいぞ、これ。こんな柔らかくていいんですか？なんで？もうええわ。すんげえ柔らかい、これ。包む時とか包めんのかしら。なんなん、これ。玉ねぎ多かったんかな。困った。片栗粉入れとこうかな。片栗粉入れといたろ。なんか私の中で、なんか私の中で嫌な予感がする。このままいくと。勝手に入れよう、片栗粉。はい、もちろん入れた。片栗粉入れたぞ。片栗粉ちょっと入れよう。うん、ちょっと固まってきたぞ。ちょっとあのままやったな。もうまたくちゃくちゃなって子供が乗ったビービー言うから。美味しくねえとか言って。くちゃくちゃだとか言って。よし。こうぐちゃぐちゃやねんか。ええの？これで。なんでくるんでいったらいいんでしょ。なんかすっげえこれ濡れてんねんけど、これどうするの？絞るわけ？すっげえ水分多いけど。これどうするの？絞んの？結構手間暇かかるやん、ロールキャベツって。はぁ？時間かかりすぎやろ。永遠と汁出るんちゃうかぐらい、絶対に水分出てくんねんけど、絞ったら。ちょっと待ってくれないか。いや、私待って、ここにコーンとあれ入れたいからね。じゃがいも切っとこう。なんかやれなあかんとこがいっぱい。ロールキャベツにこんな時間かかると思わんかった。もう、勘弁してよ。ロールキャベツ用のキャベツ取ってないんかな、この湯がかれたやつ。熱いわ。やり方合ってんのかな。ほんでこれくるむこと考えて、もう聞いとうなる。絶対うまくいけへん自信がある。こんな自信どっか行ってくれ。
こんな自信なんて決め消えちまえ消えちまえ消えちまえ。よし待ってや、じゃがいもとコーンは絶対入れてて損はない気がする。よし、何がよしやねんこれ。なんかキャベツ取る結構あるよな。何枚やんな。1、2、3、4、5、6個しかないよ。6これ2個あるわ。6、7か。何でしょう。んで先にちょっと汁の感じ見て。7個入るよね。こんなんでフライパンでやんのかな。フライパンでやんのかな。鍋これを何個か置こう思ったらこっちの方がええか。こっちにしとこうか。あ、思ったより時間かかる。びっくりくりくり。ぼー。さっきこっちやっとこ。水。なんでこんな濁ってんのこれ水。なんの水これ。なんか入れたって。あ、牛乳か。牛乳。なんか汚いの。水1リットル。ここに入れていたら溢れんばかりになる気せえへん。このフライパンちゃうかな。あー、もう一個のこっちにしてみようか。うん、こっちの方が確かや。こっちの方が確か。コンソメ 5? コンソメ5。コンソメありましたかな。ここにいつも入れてるのがないから。コンソメあったで。コンソメ5個も入れてどないすんねん。コンソメ5個も入れてどないするんや。これで美味しなかったら中でコンソメ5個使ってんの。から開けてくださいか。コンソメ5個出してから入れていこう。1、2、3、4、5。よし、はあ、熱。ほんでなんかすごいこれぐちゃぐちゃのあれやけど、ケチャップ第10。なんそれ第10。入れさすなおい、入れさすなおい。2、3、4、5。砂糖第1、バターは後で入れる。ケチャップ第10。もう絶対入れてる時に忘れそうなので、しっかり引き締めていくぞ。気を引き締めていくぞ。次みりんも出して、みりんでたまにちょいちょい洗いながら。よっしゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どう考えてもこっちの鍋にしといてよかったわ。あっちの鍋やってみんも。あふれんばかりな話、泣きそうになってると思う。ナイスハンダーン。ナイスハンダーン。ソフトボットキャットはナイスハンダーン。なんかさ、バッターボックス立ってる人に、来たボールがストライクかボールかってボールを見逃しないさんだ。そういう掛け声とかってあるよね。全部入れたな。ローリエないからローリエいらん。よっしゃ、これでいたしましょう。なんでここにじゃがいもを2個ぐらい入れとこうか。2個ぐらい。ちっちゃくして、あ、ちっちゃくせんでいいよ。ほんまじゃがバタしよう思ってんけど、こんだけ入れてもええんちゃうかないう話でね。じゃがバタしようと思ったんですけど、これ。こう綺麗にもう新じゃがやから、その皮も剥かんでいい。ちょっとヘンテコリーなとこだけ取る。これどうしようかな。スープみたいにすんやったら四角く切ってる方がいいよね。じゃ半月切り。四角く切ろう。そやな。こっちで切っといた方が。これ水からやった方がいいんだよね。じゃがいもとかって。煮崩れへんね。途中で入れたら煮崩れね。それは私知ってるんですよ。なんでかというと、おでんの時、私おでん用するから、途中からやったら、じゃがいもとかも煮崩れてしまうんやけども、鼻から入れといたら、じゃがいも、おでんも煮崩れへんから。そんなん常識やんと思うけど、私の中で私常識を知らんでしょ、料理に関して。料理に関して常識を知らん。でも、いろいろ知ってるっちゃ。でも、全くできへん人に比べたらできるからな。じゃあ全くできへん人が私を見てこの人できへんなと思ってんやろな。失礼なあおい。勘弁してくれ。これ私のアイディアね。体
勝手なアイディア。なんでかと、昔浜口ちなみ先生に煮込みハンバーグをやった時に中にいっぱいお野菜を入れて煮込んでたのよ。そしたら一緒に食べられるでしょって言って、はぁ、なるほどねって思った記憶があったから、そのままね。ローリエ入れへんかったらそんなに味ちゃうかな。ローリエって何なん、なんかよう入れるよね。カレーに入れてんのかな、なんか知らんけど。昔なんか買ったことあるけど、結局一回使ったら使えへんやろ。なかったなかったでええんちゃうの。どう、いる、よし、でこれやってみて。コーンも入れたらお風味が色に違いますか。コーンも入れて、人参はええわ。赤いところに人参やっても大して見えへんから、そういう理由。よし、ほんまは緑やったらいいけど、ほんまになんかちっこいブロッコリーでまったんやろな。それではええとしましょう。もうこんな時間。お先真っ暗、お先真っ暗。よいしょ。今度からもうこれ作るときは倍の量作らなあかん。私ちょっと待ってください。ほんまにできんのかなこれ。むちゃボロボロ。絞りすぎたんかな。これはだん、もうちょっと待ってよ。なんか全然思ってたの違うやんか。お願い、これは、あ、これまだマシや。これまだいける。ボロボロやんかこれ。これなんでこうなったのよ。本当にもう。これまでいけるわ。これでいこう。ということはこれになるべくたくさん肉入れていくしかないよ。発揮しますけど、これハンバーグみたいに叩いた方がええんかな。まあええわ、そんな叩けるような状況じゃないと思う。もっといっぱい入れたろ。なんせ葉っぱがちょっとしかないから肉余ったら嫌やからな。これぐらい包めるやろ。んでこうやろう。どうすんの私残り。もっと入れようかな。これが長男にしてお父さんでもいいけど、ボロボロやん。これもうこれ以外がもう先真っ暗状態。これははみ出てくる穴開いてるところから、どうしよう。勘弁してくださいよ。もうちょっとここを刺すだけにしとくわ。2本、こんな風にこれでいい。どうしよう、こっから。ほんまセロハンテープの一つも貼りたいわ、私。どうにもこうにも。これがまだマシな方やねんで。これまだマシな方やけど、穴めっちゃ開いてんねんけど。どうすんの、これ。もう。なるべく上の方に置いていくしかない。もう下落ちしたらあかんけど、下落ちしか出えへん。穴を見ながら、なるべく穴のとこに行きませんように。あ、やっぱりここも穴開いとった。何がロールケーブルじゃん。何がロールケーブルじゃん。めっちゃ穴開いてるけど、これどうなるんですか。私は一体これなんかどうやってやっていくの。これまだマシか。ちょっと考えていっていこう。なんでも初めてのことしよう思ったらこんなことなるでしょう。穴開いてる。もう穴開きっぱなし。大丈夫かなこれ。一番下のやつ触りたないわ。もう穴だらけやったけど、あんなボロボロで。ボロボロすぎたやろ最後あれ。8個ぐらいできるんだけども、いいやなこれ。ため息しか出ない。
あの絞り方があかんかったと思う。どう考えても水分をなんとかしようとしたせいで、はあ、湯がきすぎたんかな。何があかんのかな。はあ、なんかバッテリーがもうありませんやって。これなんかもうボロボロだよ、これダメだ、これこれボロボロ同士合わせたらなんとかなるかな。ボロボロ同士助け合っていくしかない。ボロボロ同士助け合いましょう。でそしてこれで最高にでかいのを作ろう。ボロボロ同士で、ボロボロ同士でちょっとなんとかしていって、めっちゃ肉入れよう。はあ、ちょっと今度旦那と一回一緒に作ってみるわ、どうなるか。しょっちゅう作ってくれてたから簡単なもんや思ったのよ。ボロボロ同士になったらもうすんごいキャベツ、うわー、あちゃー、こうしていくしかない。つまようじ、ちょっとこれが、まずはまさかこんな風に大変だと思わなかった。このロールキャベツを茹でてやるのが、それを知らなかったということが私の最大のミスです。これはダメだ。あと爪楊枝2本、これも結構ボロボロやで、穴開けただけ。何がダメだったんですかね。きっと皆さんがこうやったらいいんだよ、ああやったらいいんだよって教えてくれると思うんですけども、前もそう、何やったっけな、あれシューマイやった時にも、シューマイの具がふにゃふにゃやったら、もう玉ねぎに片栗粉まぶしておいたらいいんですよって。そうか、そっちか。はあ、できたっちゃできた感じやけど、ほんま、こうやりたいねんけども、そんなんしたらもうすごい穴開きそうやからな。よし、何なんだ、大事時間も経ってるよ。味見の一つでもし、これバターも入れなあかんらしいからな。味見ええわもう。でもここに具入れて正解やったでしょ。ちょっと一回火止めて、ゆっくりやっていったら、ゆっくり弱火でやっていったら、お肉がボロボロならんと固まるかな。超弱火でやっていくわ。うわ、もうここから肉漏れとんねん、これこれ。パセロハンテープ貼りたいわ。なんかおしゃれでもなんでもないよ。よし、弱火でやっていこう。だから落とし蓋言うたけど、この爪楊枝をもっと横にしないと落とし蓋できひん。落とし蓋を、あれでしょうか、キッチンペーパー。よし、まあとにかくこれで行かせてください。皆さん、とりあえず終了です。もう1時間経ったから、こんなんで1時間もやっちゃってるから、充電もなくなっちゃったし、これで弱火でいって肉がゆっくり固まっていきながらを私は待ちたいと思います。なんかこれで子供が教えてくれたんやけど、もうこれ食べるかな。ちょっと頑張ります。いや、もう頑張ること何もない、やることやった。さようなら。もし次リベンジでちょっと頑張ってみる。はい、頑張ります。はい、完成しました。はい、保険として食べたかった時のためにウインナー入れました。どうぞ食べてみてください。お母さん初めて作りました。え、これってスプーンで食べるんだよね。この方が食べやすいかなと思う。ちょっと違う、ま、いや汁はもう美味しいって言うんです。汁どう、美味しい、美味しいの、わー嬉しい。あ、美味しい。あれ、これぐちゃぐちゃになんなくてよかったよ。君ぐす、違う、ここをぐすって言うの。あ、そう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 、いかきみ、そうそうそう、もうみんなが食べなかった時と思って、一応目玉焼き、うわ見た、あかり、ハンバーグみたいな中に入ってる。うん、ほんと開けて、あ、ここにチーズ入れてみよう。でもチーズ入れてる状態じゃなかったよね。よし、じゃあ冷めきれない、切れない、ちょっと待ってね。今日のトマト味違う、トマトの味が違う、よかった。もう、もう、臓器みたいな。
うん、卵焼き美味しい。ね、一番作った中で美味しいかも。お好み焼きよりは美味しくないけど。お好み焼きの方が美味しかった。牛のあれでは一番大きいでしょ。あのボロもう穴開きまくってたから2枚重ねにしたから。でも牛さ野菜。これ一番熱いから。美味しいの？ちょっと何が一番美味しい？スープが美味しい。おお、よかった。2番は。だからスプーンがあるからそれでいっぱいスープあるから飲んでいいよじゃあ。お肉も食べてみてあかりちゃんお肉。肉って。あのそのキャベツの中にお肉入ってるでしょ、うん、どう、うんうん、おいしい、うん、シュンはコーンとかも食べて、あ、コーン入れてよかった。シュンはどう、コーンいっぱい入れてほしい。あ、そうだな、コーン一回いっぱい入れたい。煮込みハンバーグでよかったよ話やんか。これじゃあ この肉、これで煮込みハンバーグしてもええな。じゃあな、これでハンバーグな、うん、この肉うまい。美味しい。なんかやばいことでした。早く終わらしたいはい、じゃあ何点か、はい、龍之介お願いします。100点、終わりです。はい、俊介は何点、これ7点ですよ。100点、もういいか、そういうの、はい、100点、100点、0点、うん、それで、ずっと100点満点の10点。オッケー、ありがとう。ゆっくり食べてください。あのね、うん、あかりね、スープとコーンと終わりです